ブラックプレシャス、オパールブラックオパールとは、通常不透明な脳灰色から黒色を、朱色とし、地色として、様々な色彩が輝きを見せる、単一の天然石を言う。黒タンパク石とも言う。単色のオパールでは、白色光が散乱し、色彩の輝きが拡散するのに対し、ブラックオパールではそれを、暗色の地色が吸収するため、視覚的効果が引き立つ。 最上級のブラックオパールでも、最表面の色の下に、色彩のないに色が散らついて見えることがある。ブラックオパールは、様々な場所で発見されるが、鉱石品位のものが、商業規模で炭鉱されているのは、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州北部のライトニングリッジ産地のみ。ブラックオパールの品質は次のような要素で、決定される。オーストラリア産のソリッドオパールは、 非結晶体で約5から9%水分を含むゲル状の非結晶シリカである。屈折率は約1.46、比重が2.10から2.13、そしてムーンストーンと水晶の間に位置する約6のモースコードを持つ。オパールのほとんどは約6000万年前、オーストラリア内陸部で粘土の親気質室の中の空洞に、 地下水から堆積した二次鉱物として生まれた。オパールが形成された粘土は通常中世大白亜紀のもので、そのためオパール化した戦死時代の骨や樹木、貝などが見られることもある。オパールの特徴である、有色はルビーやエメラルド、サファイアのように微量元素によるものではなく、形成過程で無数の微小な二酸化形素の球状粒子がシリカゲルで接合するという、 顕微鏡的規模で発展した珍しい構造によるものである。石の白みがかった、あるいは曇った部分は、オパールに混入した色を解説するポッチ成分によるもの。ポッチは、オパールと同じ粒子が集まっているが、粒子の直径が大きく異なったり、奇形であったりして、解説色を見せる規則的な配列で固まらなかったもの。その結果、可視光線の波長が不規則に拡散し、 あらゆる色が混ざり合い白色を呈する。粒子の直径は様々で、その差が大きいほど石の白さ、不透明さ、もしくはポッチの程度が強くなり、あまり大きくない場合に色を発する。ライトニングリッジから算出されるポッチの多くは、濃い灰色や黒のもので、これらが最高級のブラックオパールの規定となっている。ブラックオパールの色の変化、ありがとうございます。